皆さんこんにちは、松本明弘です。前回はエジプトを脱出したイスラエルの民の目の前に海が広がり、そして後ろからはエジプトの軍隊が追いかけてくるという状況でした。どうしよう、私たちはここで殺されてしまうのか。しかしモーセが杖を海に伸ばすと、なんとその海が真ん中で分かれて、その乾いたところをイスラエルの民は渡ることができたという場面でした。そして後ろからエジプトの軍隊が追いかけてきたんですが、イスラエルの民が渡り終えたところでその海は元に戻り、彼らを飲み込んでしまったという状況でしたね。イスラエルの民は自分たちを救ってくださった神様を心から褒めたたえ、神様に感謝しました。もう一度地図で確認したいと思いますけれども、イスラエルの民はゴシェンの地を出発し、海を渡り、今目指すはシナイ山ですね。途中エリムというオアシスでしばらく休んだ後、さあ出発ということで歩き始めました。しかしそこは荒野なんです。日本にいらっしゃる方は荒野と聞いてもなかなかイメージが湧かないかもしれませんが、私は10年前このシナイ半島に行ったことがあります。その時に見渡す限りの荒涼なその土地を見て、水もなければ緑もない、こんなところを旅したってすごいなと。私たちはエアコン付きのバスでそこを走ったんですが、彼らは歩いてここを進んだわけですから、大変なことだなっていうふうに思いました。絵をご覧ください。当然イスラエルの人々はお腹が空きます。もうエジプトから持ってきたパンは底をついてますね。ああ腹減ったな。そして彼らはこう言うんです。ああエジプトにいた時はよかった、あの時は肉鍋のそばに座って腹いっぱいご飯を食べることができた、あの時に死んでたらよかったのにな、なんで俺たちこんな荒野に出てきたんだろうか、誰が俺たちをここに連れてきたんだろうか、ここで我々は飢え死にしてしまうではないかと言ってですね、モーセに向かって文句を言ったんですね。おいモーセ、頼みもしないのにこんなところに連れてきてということです。本当に彼らはエジプトにいた時に肉鍋のそばに座ってお腹いっぱいご飯食べられたんでしょうかね。彼らは奴隷でした。レンガ作りをさせられていた。働けバシ、働けバシってやられてたんです。もちろんそんなにご飯食べられたはずがないんですね。でも人間っていうのは昔は良かったな、それに比べて今はひどいなというふうに考えやすいということがここからわかります。このイスラエルの人々の姿を見ていると、罪人の特徴3つわかりますね。罪人というのは第一に過去を美化する。さっきも言いましたが、昔は良かった、それに比べて今はひどい、まあ、そういう見方をしがちですね。そして2番目は自分を悲劇の主人公にする。ああなんて私ってかわいそうな人なんだろう、私ほどかわいそうな人は世界に一人もいないんじゃないかしらっていうふうに考える。そしてどうして昔は良かったのに今はこんなに悪いのか、どうして私は悲劇の主人公になってしまったのか、誰が悪いという3番目に犯人探しをするという傾向が私たちにはあるなと思います。そして彼らが見つけた犯人はモーセですね。モーセ余計なことしてっていうふうに彼らは文句を言うわけです。モーセは神様に祈ります。神様どうしたらいいでしょうか。すると神様はモーセに語るんですね。夕方私は彼らに食べきれないほどの肉を与え、翌朝にはパンをお腹いっぱい与える。どうやってこの荒野でそんな肉やパンを200万人分も用意するのでしょうかと思ったら、夕方ウズラっていう鳥知ってますか。このウズラという鳥の大群がですね、
イスラエルの民が宿営しているところに飛んできた。それを捕まえて焼き鳥にして腹いっぱい彼らは肉を食べることができたんですね。そして翌朝目を覚ましてみると、何か降っている、何か落ちている。イスラエルの民が見に行きますと、何か薄くて細かいものが降りていた。これなんだろうってイスラエルの民は言ったんですね。ヘブル語で何っていうのはマン、そしてこれっていうのはフー、何これ、マンフー、そこからマナという言葉ができたんです。ですからマナっていうのはこれ何という言葉なんですね。それが毎朝降るようになったんです。ですからイスラエルの人々は出かけて行って1日分の食料を拾って、その日はそれを食べるということができた。しかし日が高くなると溶けますから、その前に集めなければならない。神様は毎朝私は与えるから明日のことは心配しなくていいよって言ったんですけれども、それが信じられない人がいますね。いや、もし明日降らなかったら明日食べるものがないから明日の分まで取っておこうってする人が必ずいたんです。そうすると翌朝までそれを残しておくと虫が湧いて臭くなったんですって。それは毎朝降るから心配するなという信仰の訓練だったんですね。決してマナという食べ物が腐りやすいというわけではないんです。それが証拠に6日目には今日は2日分拾いなさい、なぜなら明日は安息日だから、明日は働かなくていいようにゆっくり休むことができるように明日の分まで拾いなさい。いや、でもそんなことしたらまた虫が湧いて臭くなるんじゃないでしょうか、大丈夫ということで6日目には2倍集めた。そして翌日になってもそれは美味しく食べられたんですね。それなのに7日目にもまた探しに行く人がいたんです。今日は降らないって言ってるのに探しに行く人がいる。必ずこうやって神様の命令に従わない人がいるものですね。さあ、このマナっていう食べ物はどういう食べ物なのか、私も一度食べてみたいなと思いますが、今はもうありませんので食べることはできません。聖書の記述を見るとそれは蜜を入れた薄焼きパンのようだって書かれてます。なんか美味しそうですね、蜜の入った薄焼きパン。しかもこれからイスラエルの民は40年間こればっか食べていくんです。それであの荒野を歩き続けるわけですから、このマナっていうのは栄養満点なんですね。栄養のバランスが行き届いた食べ物でも、同じものばっかり食べてたら飽きるだろうからということで、焼いてもよし、煮てもよし、生でもよしということで、いろんな食べ方ができる、飽きないように食べられるという神様の優しい配慮が与えられた食べ物です。この時からイスラエルの民は40年間マナを食べ続けるんですね。40年後のことについてヨシュア記の5章12節にこう書かれています。マナは彼らがその地の産物を食べた翌日からやみ、イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかった。その年彼らはカナンの地で収穫したものを食べた。荒野の旅が続いている間はずっと神様はマナを降らせてくださったけども、カナンの地に入ってそこで自分が収穫するようになったらマナはピタッと止まった。つまり神様は彼らの荒野の旅路の必要を全て満たしてくださったけども、これからは自分で働いて食べ物を得られるというようになったらもうそれは止まったということですね。神様は私たちの必要をいつも満たしてくださる方です。このマナというのは私たちにとっては何を意味しているのでしょうか。新約聖書に入ってヨハネの福音書の第6章でイエス・キリストは5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人を養うという奇跡を行ってくださいました。
その時にその奇跡を経験したユダヤ人たちは、このイエス様についていけばいつもパンがもらえるっていうふうに考えて、イエス様の後を追いかけてきたんですね。その時にイエス様はメッセージを語られます。ヨハネの福音書6章35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。つまり40年間イスラエルの民を養い続けた毎朝天から降ったあのマナとは、イエス・キリストを象徴しているものなのだと。そしてこのマナが40年間イスラエルの民に命を与え続けたように、イエス・キリストというお方は、この方を信じる者たちに永遠の命を与えてくださるんだということを表しているわけですね。そしてイエス・キリストを信じる者たちには毎日新しい力と新しい喜びが与えられて、私たちはこの人生の旅路を歩んでいくことができるんだということを意味しているわけです。私たちも毎日聖書の御言葉を読んで、神様にお祈りして、このイエス様と一緒にこの人生の旅路を歩んでいこうではありませんか。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。